バレーボールのイタリアセリエ A 女子の24分の2023シーズンは、現地10月8日にレギュラーシーズン第一節が行われ、石川真由が所属するフィレンツェはスカンディッチと対戦。0から3、20から25、19から25、18から25で敗れた。自身初となる海外リーグでのクラブシーズンに臨む石川真由初戦の相手は、ホームアリーナ。 パラッツォは2位を同じくするスカンリッチで、昨季の成績はレギュラーシーズン2位、14チーム、フィレンツェは10位。今季のメンバーにはブリッドヘルボッツ、ベルギー、ヤシテイ、中国、エカテリーナ・アントロポバ、イタリア、ラ各国のレギュラークラス、それもエース級がずらりと並ぶ。その強敵に対し、石川はデビュー戦ながらフル出場を果たし、チーム最多10得点と気を吐いた。 なお、スカンディッチは身長202センチメートルのオポジット、アントロポバがチーム最多15得点、主蹄が12得点と続いたほか、計12本のブロックポイントを上げてフィレンツェを圧倒した。イコール石川真由、個人スタッツイコール、得点10、アタック9、サーブポイント1、アタック決定率47%、19本中。 サーブレシーブ返球率 56%25 本中。フィレンツェ戦績レギュラーシーズン第1節8分の 10VS スカンリッチ黒丸リー。